大倉明光の桃屋そう狂言。はいね、まだまだねこたつが手放せない大倉明光でございます。はい、今回は工事というね演目を解説していきたいと思いますね。こたつといったらやっぱり工事だよね。ね、工事はみかんですね。はい、ポン。はい、見てください。これはね工事みかんというねみかんですね。こんなにいっぱい。はい、演目のね話に戻っていきたいと思います。このねお話は登場人物が2人います。1人目は主人ね、ご主人様です。もう1人が太郎冠者ね、狂言の代表キャラ太郎冠者です。その2人のお話でございます。ご主人様はもちろん武士ですね。武士侍。狂言という演劇はですね、最初に必ず名乗りをします。これはこの辺りに住まいいたすものでござる。でね、この工事という演目はその最初の名乗りがちょっと面白い感じになっているんですね。夜前猿方へ参り、御主に食べよい戻るさに、何やらもろもて太郎冠者に預けたと存じてござるが、何でござったか、はったと忘れてござる。太郎冠者とご主人様で二人で、あへーっつってね、宴会に行ったようでですね、ご主人様は帰り際にお土産で何かいただいて、太郎冠者に預けたんですが、酔っ払っていて、それが何だったか忘れてしまった。というところからね物語が進んでいきます。昨日預けたものを出すように言われた太郎冠者ですが、実は全部食べてしまったんですね。3つだったね珍しい工事をねもらったんです。でそれを太郎冠者はですねご主人様からもらったとね勘違いしてしまい、3つ全部食べてしまいました。そこで3つの言い訳をするというお話になっています。この物語を楽しむには歴史の教養が必要になります。歴史の勉強をねちょっとだけしてるとね、このお話はもっと楽しめると思います。はいね、ここから歴史の授業でございます。はい、千年遡ると狂言はまだ存在してません。2022-1000で1022年になります。この辺りのね時代のねお話の狂言がちょいちょいありますね。工事はその中の一つです。後で食べたいと思います。はい、この頃から日本の歴史に武士たちが登場したと思います。今からちょうど千年遡るとだいたい前九年合戦があった時ぐらいです。平清盛さんは1118年に生まれました。1147年に源頼朝さんが生まれました。そしてさらに進んでいくと1156年保元の乱が始まります。そこではですね崇徳上皇と後白河天皇さんの兄弟2人が兄弟喧嘩で喧嘩します。兄弟喧嘩ですか、まあ、兄弟喧嘩します。はい、そしてそこから1159年平治の乱が起こります。そこでは源の義朝さんと平の清盛さんが戦いますね。赤と白に分かれて、白が確か義朝さんで、赤が清盛さんだったかな。そこで戦って平の清盛さんが勝ちます。そして1167年
いい胸劇ですね。平の清盛さんが太政大臣になります。兵士にあらすんば人にあらすというね言葉がありますが、その時は兵器がすっごい威張ってました。兵装国の時ですね、いろんな人を島流しにしていました。平治の乱で戦った義朝さんの息子の頼朝さんも伊豆の国に流罪になっています。そして1180年頼朝さんがね挙兵して旗揚げをしました。石橋山の河川、富士川の河川などね、ずっといろいろあって、そしてはい1185年壇ノ浦の戦いで終戦します。そして1192年頼朝さんが征夷大将軍になり、この頃鎌倉幕府が始まりました。戻ります。はい、平の清盛さんが太政大臣になる1167年と、頼朝さんが挙兵する1180年の間、その間にですね、このね工事の話に戻りますが、1177年に、島流しにされた俊寛宗嗣さんっていうね人がいます。獅子ヶ谷の陰謀、獅子ヶ谷事件とも言います。京都獅子ヶ谷の山荘で俊寛宗嗣さん、藤原の成常さん、平の康頼さんがね平家打倒の陰謀に加わったとして、機械ヶ島に流罪になります。成常さんと康頼さんはね帰ることはできたんですけど、俊寛さんはねそのまま島に取り残されてしまいました。はい、では次回ね工事の本編をねお送りしたいと思います。これを踏まえてお楽しみいただければと思います。 UR といえばのね話をちょっとだけさせてください。湯河原はですね、さっき話したね頼朝さんの旗揚げの地でもあります。昔は土井坊と言われてましてね、その頼朝さんの旗揚げをね土井実平さんが手伝ったっていう風に伝わっています。宣伝をさせていただきたいと思います。はいね、今年も梅の宴2月5日から3月13日ね、お父さんとね僕で出ますね。今回も日本画家平松礼二先生と表現師、ね、大倉弥太郎のね表現です、表演です。はい、梅林狂言ね、今回の演目はブスとくさびらでございます。今回も書いてあります。公式 YouTube チャンネル桃屋と狂言でと、この梅林狂言2月27日のね日曜日13時30分からね始まります。ぜひ見に来てください、ね、でもね来るときはちょっと暖かい格好できてね、走らせ乱世を駆け抜けろ、いざ覚悟せよ花咲かせ花と散ろうとも、月の明かりに心を沈めて対岸成就せよ、我らの絆力一つに今今今この時を生きる、夢夢夢を抱き生き精進する中で、舞う舞う情もの舞い歌い歌えや歌い坂、窮屈の精神の勾配のごとくなれ、命をつなぐ人のよ
行こう。